はい、それでは、皆さんもう朝からねお待ちかねのという感じですよね、おそらく。はい、2019チューリップフェスティバルステージイベント1日目のオープニングを飾っていただきますのは、柏市立柏高等学校吹奏楽部の皆さんです。テレビ出演なども多数されており、日本だけではなく国外でもご活躍されております。柏が誇る柏市立柏高等学校吹奏楽部の皆さん、よろしくお願いいたします。大きな拍手でお迎えください。ありがとうございました。
ありがとうございました。これでこのような CD、売っております。はい、ね、市川市の吹奏楽部、年末で行われている、チャリティーコンサート、昨年の第36回の、チャリティーコンサートの収録曲です。1枚2000円で販売しております。もう柏の皆様方お持ちですよね。一家に1枚市川市の CD と、ね、宣伝しております。まだの方ね、この間も3月にですね、第32回、日本全日本の高等学校選抜吹奏楽大会という、まあ惜しくも習志野の野球の選抜大会では準優勝でした。習志野高校吹奏楽の全日本の選抜大会、こちら私ども吹奏楽部は7連勝という7連覇して、7年連続優勝してます。これはもう歴史、日本の吹奏楽の歴史の中では連覇した学校は1校もないんです。で、2連覇した時には周りの人はもう他の高校の先生方も、石田先生おめでとうございます、すごい、もう感動です、よかったですね。3連覇した時よかったですね。4連覇、はあ、まだやるんですか。もう5連覇6連覇まで来て、今年の7連覇かかってる時はみんな、あ、石田先生いつまでやるんですかって言った人もいましたけども、私は別に何もしてないんです。彼らが頑張りました、ね、そして、はい、あの CD が1枚売れると、結構収入が入ってきますので、他の学校はなんかシャンデリアついたようなすごいバスで来るんですけど、大会の時うちは路線バスで、生徒たちのみんな何て言ってるんだっけ、あのバス、せーの、え、何バスって言ってる、あ、なんかバスに名前つけてます。で、下に段ボールを引いてですね、そこに座って移動してるんですよ。そうすると1ヶ月2500円の部費でリードも配、もう毎月配られる、もうそれで、いろんなところに行けるという。他の学校は1ヶ月何万円という部費を集めてますから、うちは20分の1ぐらいです。1ヶ月2500円ポッキリでやってますので、はい、ということで、CD よろしくお願いします。今日は売るほど持ってきてますので、はい、よろしくお願いします。1枚2000円となっております。はい、次です。次はですね、来年本当に東京オリンピックまたやってきますが、前回の1964年にヒットしたナンバーです。ペギー葉山さんの歌で大ヒットしました、学生時代、お送りします。どうぞ。Thank you.
ありがとうございました。市川吹奏楽部、昨年夏ですね、テレビ朝日の音楽番組題名のない音楽会という、そちらの方にもですね、出演することができました。その時はですね、ユーミンさん、松任谷由実さんの音楽会というそのようなタイトルで、ユーミンさんの楽曲をですね演奏しまして、まあ、その収録会場になんとご本人の松任谷由実さんおいでになりまして、市川氏の演奏を聞いて大変素晴らしい演奏でしたというコメントをねいただきました。はい、その曲をこれから、お聴きいただきたいんですけど、中間部に、トランペットのソロがあります。で、エリック宮代さんという、まあ、世界的なトランペット奏者がいらっしゃるんですけど、そのエリック宮代さんと、市川氏何度も共演してるんですが、その中間部のトランペットソロ、今日、ちょっと山田さん手振って、はい、あの子です、あの子がトトトトと前に出てきますから、ぜひそのソロをですねお聴きください。そのエリック宮代さんが絶賛しました。先生すごい子がいますねって。で、市川氏部員が200名超えてますけども、普通の高校って50人とか55人とかで出るコンクールに出たらあとみんな補欠なんですよ。市川氏違います。全国で5つの大きな大会、テニスでよくグランドスラムっていう言葉ありますけども、5大大会っていうのが、吹奏楽でもありまして、その5大大会全てにエントリーして、同じメンバーではなく学級分け、クラス分けするように、それぞれがどこかで活躍できるようにしてますので、補欠は一人もいません。ですから安心して入部してください。はい、もう一回高校生活を送ってみたいなって方、世間では私が大変怖い先生だと思われているようですけど、石田先生怖い人手挙げて、あ、優しい先生だと思う人手挙げて、で、これ練習しました、手挙げてです。はい、はい、どうもありがとう、おろしてということで、部員がたくさんいても必ずどこかで活躍できます。そして入部した後に、卒業してから、あ、市川氏で頑張ってよかったなって、もう最初に私が教えた生徒は57になるのかな、ね、1期生57歳ですというと、年考えると私の年も分かっちゃいますけども、はい、その子たちが、先生市川氏でよかったです、もう一回高校入り直せるんだったら市川氏の吹奏楽部入りたいですって、言ってくれるのでね、それを励みに私も頑張ってます。どうかお孫さん、お子さん、いらっしゃったら市川氏に吹奏楽部に入るように、楽器全然知らなく、やったことなくても1ヶ月ぐらいで吹けるようにします。それが石田マジックという、はい、マジックですから、どうかぜひ来てください。お待ちしてます。はい、それでは、次はですね、松任谷由実さんのナンバーからお送りします。曲は1978年リリース、いきましょう。曲は埠頭を渡る風、どうぞ。
ありがとうございました。次です。続きましてはですね、今年初めて取り組む曲ということでお送りしたいと思います。これ布袋寅泰さんが作った曲なんですけど、非常にインパクトがあるなと思います。英語のタイトルになってますので、そのまま言わせていただきます。バトルウィズアウトオーナーオアヒューマニティという曲です。いきましょう、どうぞ。